バスジャックとは、運行中のバスを乗っ取る行為のことである。バスジャックの目的は、ハイジャック同様、亡命やテロリズムなど、目的意識の明確なもの、あるいは精神的錯乱、心理状態の異常といったものなど、様々である。なお、島国であるため陸路での国境越えが、物理的に不可能な日本では、亡命目的でバスを乗っ取った例はなく、ほとんどのバスジャック事件が、 心理状態の異常による事件である。1970年にヨドゴーハイジャック事件が発生し、ハイジャックという言葉が日本で使われるようになった際に、ハイは航空を飛ぶ、航空機を刺すと誤解されたため、ジャックは乗っ取り行為を刺すといったように誤解され、バスをダッシュする行為はバスジャック、列車の場合はトレインジャックという和製英語が生まれた。元の英語では航空機、 鉄道車用、バスなどの別を問わず、交通機関を暴力等で奪取する行為はすべて、ハイジャックと呼ぶ。もっとも、英語でも航空機のハイジャックは、スカイジャックともいい、また自動車の場合の、カージャックはカーゲイキング、船舶の場合の、シージャックは、シージャックとも称す。バスジャックなどに遭遇した、際の行き先表示器の表示例日本バス協会は2000年の、 西鉄バスジャック事件を機に、バスジャック等のテロ対策のための統一対応マニュアルを作成し、緊急連絡のための装置の整備を決めた。ありがとうございます。